今日も始まりました。はい、せーのでいい、せーのでいい、はい、せーの、レモナンデス。あ、もう一回。ね、今夜はクラブショコラです。はい。どうも。全員これ。全員ですね。時間ギリギリよ。走ったー。走ったね。これ撮ったらええやん。あ、ぜひ前でいいから、ぜひ前で。ね、はい、今日のお題は、はい、天宮伊織復活祭。まあまあまあ。それでいいかどうかわかんないですけどね。どういう手、どういう手。タイトルそろそろ変えなさい。っていう感じでやっていきます。はい、ね、今日は一段とフレッシュなメンバーでやっていくんで、ね、何か質問とかあったら、はい、どんどん五層とパチパチ以外でお願いします。人気もやる。まあ五層さんもパチパチも大体関係ありますからね。やっとやっと一人、やっと一人来た。やっと一人、ね、うとうとくん。うとくん。今日今日あれ初めて初めて出る人いる？初めては。まあリノ。リノ初めてですね。あリノ？はい。で俺？イニシエーションになる。リノ、あれ、いける？自己紹介いける？自己紹介いけます。声張ってね、声張ってね。はい。イニシエーション普通な感じで。普通の感じでいいよ。あ、どうも、さすがにです。アップで、アップで。いや、いいよ、普通。あ、もう本当ですか？アップいけます？アップいきましょう。ちゃんと言える？はい。うん。大仏いいな。大仏のクオリティがいいよ。あ、言って言って。何の自己紹介して。はい。あ、どうも、さすがにです。はいはい。もう一言。一言。まあ、これから意気込み。これから、サッシーのように、クラブショコラでナンバーワン取っていくんで、よろしくお願いします。よいしょ。言える。言えてる。ルーチョで。オッケー。な感じの7名でお送りします。何喋る？まず一言、イニシエーションラブから突っ込みません？イニシエーション、いや、これはこれは俺はわかるからこれは俺はわかるから流して流してそれは、それはダメ流してこれは俺わかるから流して YouTube 出すね、了解です。じゃあ何何探してますか？探してますか？福岡での出来事でもいきなりいけますか？まあ先日ね、今日完全フリートークです。完全フリートーク、あの一話の、なんだろう、メモ帳みたいなやつ持ってきたんですけど。ああ、そうだ、あれ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 一応持ってきたんですけど、うん、一応ね、あ、じゃあその間ちょっと大丈夫です。ああ、そう、締め日お疲れ様です。ああ、オッケーオッケー、ありがとうございます。ありがとうね。ちょっと山田暇やからさ、今この時間何にブス何人おるかだけえ、この中でブスでしょ。この中でブス何人おるかだけ、みんなに大仏も含めてね、3人っすね。3人っすね。3人おるの？この中にブス3人おるらしいんでね。6人、ひどいね。7人中、3人だから。7人中の2分の1やろ、ほぼね。大仏1回抜く？そうよ、大仏抜いても3人。抜いて3人だから。わかんないですからね。一応もうこれ、ブス3人いるらしいんで、皆さん。3人はこいつやろな、思って。僕の中でのブスね。なんかの時のための。グッモーニング、イェーイ。ちっちゃいとこあげる。なんか誰か福岡での思い出あるよっていう人。はい、今ちょっと高額病を意識したいけど。ああ、よいしょ。もう一回やって。あ、社員旅行でも福岡行ったんで。あ、なんかの、わかんない人も一応持っといて。そうです、そうです。2月の中旬に社員旅行で福岡行ってまいりました。おはよう。あるなんか、やめるこの話題。どこ行ったの？福岡の。まあ任せますけどね。どこ行った？で、あのペン、ペンあの各自ここら辺に置いてきます。チーン言うてるから。福岡の中洲？博多？中洲、まあ博多っすね。博多、博多、博多にみんなで行ってきました。はいはいはい。大仏は奈良に行ってたんかな。俺頼めた妹さん。一人だけで。君は奈良かな。奈良かな。いなかったから奈良かな。いないっすね。いや、喋った方がいいね。一人だけなら泣かせちゃろ。喋って喋って、このまま喋ろ、このまま喋ろ。首痛いんだ、それ。いや、撮ってええよ、撮ってええよ。撮る？いや、大丈夫です、まだ。まだまだまだ早い。だって声が届かんと思うよ。あ、確かにね。一回乾杯でもします？なん大仏になってるかもしれない。後ほど、あ、出ちゃう？出ちゃう？しないか。出ない。今日のメンツだとめっちゃ喋るね。やめろ。
ここ拾わなくてよかったよ。そう、責任感があるね。責任感があるこれだけのメンバーやったら。で、どうするの、福岡の話する？大丈夫、みんな顔色悪いで。いや、全然全然、俺はできます。今、顔色悪そうやから、まあ、僕も全然できます、うん、できます。オッケーオッケー、じゃあ持ってる人がいる。じゃあ、山田から行こう。山田から行こう、うん、福岡の思い出、うん、よいしょ。いや、もうみゆくんと五曹さんにラーメンをおごってもらったよ。よおもんな。まあちょっといいやつ、いいやつみたいでしょ。おもんないよ。いや、これは入りだから。まずどこに注目したらいい？五曹さんにおごってもらったの。五曹さんにおごってもらったとこ。注目ポイント、五曹さんにおごってもらったところ。だから何と超えてるよ。来た来た、メンラー食べた食べた2回。だから何、うん、分かるけど美味しかった。そうだね。うん、次行こう。るいくんは、るいくん、まああれですね、まあ、福岡に行く前に、まあ、直樹会長にちょっとあのお寿司をおごっていただいたっていうのと、あと福岡に行く前にお土産大体買いました。ん、え、なんて言って今の。福岡に行く前にお土産大体買いました。ああ、なるほどね。東京買っちゃったの。そう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 っていうのと、まあまあまあ、うん、まあ面白い話はね、あんまりないんですけど、うん、あと五曹さんがカブトムシカブトムシずっとうるさかったっす。あー、ここで焼き出したわ、五曹さん。来たわ、もう来たな、カブトムシ聞けてますよ、これ、うん、違うね、アイコは好きだよ、俺。あー、カブトムシ好きで、そう、うん、そうそうそう、カブトムシ。他なんか福岡の前にある人いる？カブトムシ俺スルーするからな、絶対気になるな、あれ、これ気になる。まあ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 、他なんかある？クワガタクワガタって書けばなんかなるかもしれない。アイコなんだよ。あれ、なんかないの？いや、僕は、いや、まあ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 、それ、ないわけないから、ないわけないからね。いや、ね、うん、あの、変な人がいた、ほら、めっちゃ、ごめんごめん、ごめん、星だけじゃない時あったんですか。クワガタクワガタめっちゃ来てるから、ほんま。クワガタクワガタめっちゃ来てるから、ほんま、これゴッソさんの引っ張ります？うん、昔の人じゃ。違う、でも今日はこっちやからな。そうそう、メインはね、このメインはな、俺らはサブやからな。そうそうそう、カマキリカマキリ、お前がそろそろ喋らんと。そうやぞ、みんな待ってんねん、クワガタ言いながら。え、じゃあそろそろあの福岡に行かなかった男の紹介もしますか。紹介しましょう。はいはいはい、どうも。はい、どうも。はい、どうも。はい、待ってるか待ってないか分かんないけど。待ってないでしょ。誰も待ってないかもしれないけど。手振って。はいはい、いおりですよ。いおりですよ。皆さんお待たせしました、いおりです。ほら、ノータッチ。クワバラクワバラ言われてるよ。うん、もう召されてるもん。どういう手？どういう手？そうだね。ストレートに聞くけど、うん。なんでいなかったかっていう。なんでいなかったか。だいぶね。語ろう語ろうね。うん。テレビになってましたね。やめなやめな。声がちっちゃい。俺しか聞こえてないからそれやめて。どういう手？性病になった手。やべ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 。うん、やもうやきどする、うん、それはもう完全にやばいね。干されてた、うん、干されてた。されてたもちょっとあれだね。危ないね。性病、もうほんとガチで作るからマジで。引っかかっちゃった。性病じゃないですけどね。知らんがな。どういうこと？知らんがな。めっちゃおもろいね。知らんがな。どこでや。新商報告してどこでや。まあ、見てるんだろうね。見ながら飲んでるんだろうね。ない。知る人ぞ知るあのメンヘラメーカーなんで、メンヘラメーカーだと自分がメンヘラなんで、うん、で入院したんだね。うん、そう、ヘラってた、煩わしてた。よりは、そう、具合悪くて死んでたから。そう、ざっくり言うと。それで、戻ってきました、やっぱり。はい。うん、カミキリムシって全然関係ねえじゃん。いいね、いつものテンション来たね。いいよ、いいよ、安心した、いつもの。さっきも現場離れてたけど関係ない。おとなしかったけど、全然いいよ。絶対俺、クワガタ、クワガタ。え、カミキリムシ福岡やったら何したかった？ああ、逆にね、逆に。福岡行って何したかったの？受け狙ったかいですか、これ。いや、普通に。普通に。純粋でいい。ラーメン食いたいのと、うん、明太子は食えないから、うん、長い長い長い。クワガタ食べる。ラーメン食べたいらしいです。まとめましたね、うん、ラーメン食べたかったな、やっぱり。でも、2人は何したん？ラッキーとリノ。確かに。あー、俺は普通に実家帰ってて。えっ、あ、さすがに。そうそう、参加せず。ごめんね、行ってないんだよ、ね、そうそう、行ってないんだ、あ、そうそう。リノは何したの？俺はずっと単独行動が多かったですね。あの、ゲーセン行ってずっと鉄拳やってました。東京でもできる。わざわざあっちやったんだね。なるほどね。ごめんね。うん、評価の一覧出ちゃうよ。え、ほんとに一緒やって。え、嘘だよ。一緒一緒。ちょっと違うらしいね。まあ、なんかスープの、スープ飲み放題だった。え、チラン行きたい。
今日まあ完全に急に決まったから俺らノープランで来てるから、うんうん、逆にどんどん振ってもらえば俺久々にアンケートやりたい。あーやろうやろう。そうですね。アンケートって7人いけます？大丈夫ですか？じゃあ7人で誰を飲ましたいかとかね。じゃあ無難に、あー、まあ、要は変顔してそんないいですか取れないやつで。あ、そう、まあとりあえず1番やったら2杯で、2やったら1杯で飲まん、うん、あー行こう行こう、うん、じゃあ今からアンケートしますね。この中、この7人の中で誰に飲ましたいか、うん、とりあえず名前だけパーって書いてくれたら集計するんで、こっちでいけるね。そう、こできるんだ、これで。なるほど。え、すげえすげえ。もっともっと、5層、5層、もっと5層、いけ、5層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 、後ろ、左、もっともっと5層、いや、5層押せ。同じ層でもいいよ、左、2人5層が嫌い、5層が嫌い、噛みすぎや、噛みだった。山田、やっぱりミュウやろ。やっぱりミュウやろ。やっぱ5層って。ほんまに。遠いから。いや。ルイの字違くね。ルイ違うの。いや、よく拾え、ルイのルイじゃん。よく拾って、うるせえよ。俺顔黒いけど。やめてよ、お声の。ほしさきありに行くよ。まあやっぱ5層って人気ですね、やっぱり。5層さ。あっちの。いよりやろ。そう、今日は絶対いよりの日やね。今日は絶対。ほしさきの字も違うんだよ。アンリって誰なんだよ、もう。よくわかんないよ。5層、5層、5層、5層といより。あ、まあそうそう、そこが一番まあ。まあまあまあ、よりはまあ、今日はよりの回だから。よりはまあ、誰かと一緒でも飲んだ方がいい。うん。5層さんがやっぱ一番多いから、より五層五層五層かより、うん、結局何回何がすごい、うん、全部俺やん。いっぱい同じ人がずっと五層言ってますから、うらみあるんですよ、うらみ。すげえな。あの ID は一応バレてるからね。だからフェイス見てますよ。俺は誰か分かってるから、ね、俺は誰か分かってるよ。より五層イニシエーション言ってたやつらやろ、どうせな。ね、これ書いてる人わかんない。わかるわかる。わか、名前わかんない、うん。これも集計出たんですか。ID でわかるからね。まあ、集計出さんでもこれも、うん、はい。まあ出さなくていいですよね。もう出さんでももう5層の日、まあ、2人しかいないですからね、うん、今日は。え？五点。誰が五点？ごめんたぶん。誰が五点？誰が五点？ドラゴンボールか。ほらほら、そんな。この後の質問ちょっと考えといてよ。誰に飲ませるかじゃなくて、そうですね。なんか無難なやつ。無難なやつね。もしやったらこうしそうみたいな、ちょっといいやつ考えてよ。めっちゃ枕してそうな。5層以外名前知らない5点。めっちゃ覚えてます、覚えてます。してそうなやつとか、もうなんか。おしょう。おしょうって何？おしょうって何？師匠、師匠な、師匠。この PZ12 です、多分ってこう、腹ぐらいの。うん、5層さんで裏になりますよ。悟空、まあ、誰だよ。とか、なんか、アップにしてない。なんか面白いことはないかな。なんかね、友達で、友達の指名がこの人みたいな。やめた。違う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 。とか自分じゃないけどってことで。あ、待って、はい、誰だもん、はい、お来た。お、ユリアン。お、ユリアン。来た。来た来た来た。グイ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 。ちなみにあのミュウルイ、あのミュウルイリオだけ同じな。何人かってことでしょ。何人か同じな。ありがとうございます。ごそけんち。書いてないじゃん。サカナクション、うん、俺ビール飲めない設定なのに。やめてやめて。ゼロコーラ、フツコーラ飲んじゃったよ。あの、フツコーラならあるんです。フツコーラ、ビール飲めない設定忘れてた、うん、確かに。ちょっとなんか面白い質問ない、それで。俺来た、ね、来た、うん、いや、一個思いつきました。来た、片桐さんの質問どうぞ。一番面白いの、設定が多そうなプレイヤー、接待、接待、もはやキャラでやってるんじゃないか。一番それ、あの要は本裏と表があるんじゃないかって思われるような。いけますかアンケート。一番設定が多そうなキャラ、キャラ作りしてる、まあ、そうですね。そう、まあ、キャラが多そうな、一番裏表ある人みたいな。あ、今キャラ、うん、裏表、まあ、キャラ設定がある人みたいな、うん、7人多いから、うん、2円から、うん、いおりでしょ。なんで？ん、俺設定あんの？誰がありそう、うん、だからこれだけど気になると思うよ、やっぱり。いやでもね、そうなん、どうなんだろうね。俺ないでしょ、だってもう。まあビール設定、ビール設定ぐらいして、ビール設定ぐらいどこまで中見るわけか。なんで俺なの設定がね。ごそうさん、やっぱ人気っすね、今日、俺の名前書いたきゃええってわけ。毎回これ。まあでもあのコメンター側もごそうって書いたきゃ滑んないですからね。の、のそう迷ったら、ね、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 しとけばいい、ごそうって違いは今滑らない、絶対に。ごそうの違いね。そうっすね。んださ、うん、どう考えてもよりかみゆ、どこ目ないですよ、見る目ある、見る目ない、見る目ない、見る目ない。だってこの人あんま書いてないもん。
ごそみまたいまた、じゃあもうこれであれじゃないですか、まあと考えててもらって、とりあえずは一旦一回 CM やっといてもらって、じゃあキャラ作ってそうな人考えてください。グッバイじゃあ。三年 A 組組シャンパン先生、シャンパン入れたことあるやつないです、帰れ、コツが浮かぶやつ潰して下ろします、バカ野郎、あ、二人経験者大募集。自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。どうも、ありがとうございます。集計出ましたか。はーい、はーい、まあ、1位と2位がね、うわー、ごそうさんやルイと、いや、ルイ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 やった、はい、ルイでしたね。俺ビール飲めなせて、ルイ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 、まさかのルイか、ルイをこぼしてる、こぼしてる、もはやキャラじゃないけどね、よしよし、じゃあルイのね、え、今だから、今、あ、おお、そういうこと、今だから言える、今だから、これ設定でしたよ俺みたいな、うん、あ、本当に、あ、じゃあ分かりました。多分ね、みんなね、よく分かってないと思うんですけど、今だから言います、明日から戻るから、その設定、うん、魔法使いっていうのが設定です。でしょうね。そうです、そうなりますよね。いや、俺はそういう風にさ、残念そうに、そういう風に固めてるじゃない。だって、でも今でしょ、今でしょ、うん、今で。それ以外は割と本当だし、あと なんていうの？今だから言える。うん、今だから言えるって、まあ、ルイ、短麗短麗うるせえ、短麗しか飲めないんです本当に。短麗しか飲めない。うん、ごめんな、それは。実はカロリー飲めとか設定ない？ない。あ、ない。ごめん、ない。カロリー飲めない。甘いの本当飲めない。それは設定じゃない。ありがとうございます。はい。はい、どうもありがとうございました。なるほどね、魔法使いじゃなかったんだな。なるほどね、です。ただ占い師は本当です、はい、それは本当なのね。設定ないんだよね。はい、なんか誰かない、うん、今だから言える設定みたいな、まあそうですね、もゴッソさんか、やっぱここはやっぱ 俺ビール飲めない設定や。いや飲め、本当に飲めないよ、でも本当に飲めないんやけど、うん、鍛錬は飲めるみたいな。あー、なるほど、めっちゃわかる。本当は飲めないんやけど、ビールは飲めない、そうそうそう、実際に、うん、なるほどなるほど、かな。俺なんかある設定、俺めっちゃ考えてないけど思いつかんのよな。設定ってかずっと言ったことありますね。ねえねえ、カロリーピーチ飲めないですね、ブドウと。ああ、うん、俺柑橘系なんでかってちゃんと理由があるんですよ。 あれ太るんですよ、ただ単に。え、そうなの？めちゃくちゃ太るんですよ、カロリー。何それ。レモンは太んないの、レモンだけ太んない。ああ、本当は全部飲めんだけど、レモンしか飲まないです。まあ設定なのかな、カロリーの問題ね。アルカリ、うんうん、それだったらコーラ頼む。よりが一番ある設定は、なんで。あ、今度鍛錬飲ますように関してもすごい、ありがとうございます。あ、そうだね、鍛錬飲みたいよね。多分こっちだと、あ、体重70キロっていう設定、カロリーの問題です。なんかない、うん、リオとかない。俺設定でしょ、うん、俺なんかあるかな。イケメンっていう設定でしょ。あ、俺あ、そうだね、王子キャラっていう設定なんですよね。最初そうだったね、うん、一応。でも、もうそうでもないし、カロリーも食いついてるみんな、うん、どうだろう、なんかね、俺はシャンパンとかしか飲めないとか言わんのやってか。俺シャンパン煽ったことあんまない。歩兵こいつめっちゃ面白い。歩兵めっちゃ面白い。多分これ小籔書いたやつだ。ちょ待って、歩兵、歩兵って何。これ絶対小籔のやつ、小籔のやつ。これはグイグイでしょ。設定ない、なんか言える、なんかない。俺すげえ気になってしょうがないね。設定小籔言っとけ、小籔って、うん、あ、でも小籔です、小籔です。設定小籔、設定小籔、設定小籔。これ分かる人分かるからね。うん、いいよ。何やろな。どうしますみおりさん。痛い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 。そうだね、俺地方の時にでも誕生日嘘ついてた。ああ、まあありますね、よくありますね。言うてもそれは別になんかなんかようわからん、別に嘘つく必要もない設定やった。入ったタイ、うん、入店タイミングとか、ね、あ、そう、入店タイミング、それはありますね、全然、うんうん、でも僕もそれそうっすね、ベロ出してって、うん、前の店でちょっとなんか訳あってね、
なんで嘘をつく人がいるかというと、マジレスしますか。マジレス、誕生日に多分出勤したくないんだと思います。いやいや、そっち違う違う、どういうこと。顔病んでるやん。えひどいですよ、顔病んでるやん。悩み事あるの聞くよ。実際の誕生日嘘つく設定、まあ設定を作ってる人は、うん、あの上の人と誕生日かぶっちゃったとかで、あ、そう、俺そうなんだよね、同じバースでできなくてっていうことですね。俺そうだった、仕方なくみたいな。誕生日出勤した、下の子同士だったらまあ合同できるしみたいな、うん、私、あ、これはむしろ新しく思ってる設定、明日からやっていきたい設定みたいな。あー、これあー、それそれ、これすごい。今言ったら設定じゃないんじゃない。いや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 、あ、ここ見てない人は分かんないから。あ、まあそうだね、そうそう、うん、え、めっちゃ明日からやっていきたい設定、誰にどの設定つけたら面白いかみたいな。ああ、そういうこと、アンケートってこと、アンケートみたいな、こうコメントでね。そう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 、え、だからリノがめっちゃお笑い系とか、いや、そういうなんか、違う違う違う、例えばの話ね、うん、みゆさんがおそにお姉キャラか。ああ、でもお姉なんだよみたいな、無難ですね、無難って。まあまあまあ普通やったわ、回答にしても。みゆ腹黒設定、それは設定じゃない、設定じゃない、腹黒設定、すでに羽織ったもんね、設定じゃない、元から腹黒いな。そこはそうだよ、今からやって、うん、今からやって、そういうキャラ設定よ、うん、設定。これでもシーンになるからちゃうのにする。ちゃいます。考えなあかんし、なんかあんまりこうこんかったな、いいのは、うん、ごいごいとね、うん、ね、なんかない、言いたいこと。伝えたいこと、思いとかを、言いたいこととか、うん、言いたいこと。リノとラッキー起きてる、だって。で、リノとラッキーからなんかない。まあそう、言いたいこと、俺たちのその自分で今思ってる。なんかぶっ込んでよ、ミユさん、ミユさんに対しての文句とか、うん、行こう、行っちゃおう。愚痴でも、ね、愚痴でもいいよ、愚痴でも、うん、悪口でもいいよ、悪口でも、ちょっとなんか爆弾っぽい感じで、真ん中の右上の人かっこいい、行くってどういうこと。そこなの、えぇ、ー、どこ、いやいや、それは気にせんで。これは気にせんで。なんか爆弾払って、これが一番欲しがってやったみたいな。昔ジャニーズだった設定、うちってそんなんいる？いや、いないね、そんなやつ。あるよ。え、お前ジャニーズってやつ？そうなの。いや、俺ジャニーズでした。え、で、ねえ。いや、正確に言うと、してなかった。いや、エグザイルのオーディションも受けた。設定多いな。設定じゃなくて、これガチね。あ、そうなの。東大出身。あ、ジャニーズは嘘だけど。二人いる。エグザイルガチ。設定じゃねえし。受けただけってか、バカにされてる。いや、落ちた。だからここにいるの。めっちゃ嫌な突っ込めてきてる。え？7分の3のブスは誰なの？7分の37分の3のブスは誰なの？めっちゃ気になるんやけど。いや、7分の3じゃ、もうこれほらほら、もうそうなるでしょうよ。すげえ気になる。落ちるわ。3人ブス誰なんやろな。え、これでも拾える子と拾えない子がいるんでしょ。まあもちろんもちろん。まあ。また人目。俺の中でしょ。俺が、もし、ルイが思う、姫様だった場合ね。指名しないやつね。リオちゃんだった場合ね。うん、リオちゃん、ね、リオちゃんになった場合、指名しないのは。性格含め。絶対ブス。え、行くよ。行くよ、行くよ。ドルル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 ル自宅にいるのを指名したものは何するの？初回、初回ついてね。初回ついて、もしリオさんが指名してくれたら、うん、何してくれる？なんか、顔いじる。どういうこと？意味がわかんない。声小さい。それはそうで、わかんない。声は小さいよ。腹から声出して。はい、じゃあ3人目、はい、ドゥルルル、ドゥルルルルル。ちなみにあと5分だからね。え、この中だよね。そうだね、この中だよね。俺、リアルにルイくん。ああ、はいはいはい。ブスってこと？いや、なんかね、ブスって思ってるもん。ブスって思ってるってことだ。あれ、明日から喧嘩だ。まあ、多分そういうことよ。負ける気がせ。バチバチだ、これ。負ける気がせ。おお、負ける気がせない。理由？それ。ん？それが理由？理由。おお、かっこいいと自分で。なんか一緒に並んでてプリクラ撮ったら俺の方が漏れる気がする。ああ、それは確か漏れるかもしれない、プリクラは。誰もあなたを指名しません。ありがとう。次は、はい。シビア、最後ね。シビア。俺ね、待って、あと5分だからね。あと一応5分だから。早く、あと5分。いおりの件と、まあ、片切りの。終わったやん。じゃあ、まあ、いや、最後はもう、店で聞いて。あ、じゃあ、いおりの、あれやって。あれやって。あれやって、次。雑だよ。次。
やっぱりいきなり指名が嬉しい。うん、まあいきなり飛び込み指名はめちゃくちゃ嬉しいっすね。まあまあまあ、記憶に残ります。ね、はい、初回で、ね、俺初回指名もらったことないんだ今まで。マジっすか。あの舗装室から連絡来て指名できてくれないとどうしたと。俺7年やってて初回指名ってないんだよ。なかなかないっすよね。ツイッターやめよう、はい、次。はい、あでもお前最後締めてほしいな。え、最後やっぱ、よりの復活祭、うん、でも最後あれじゃないの、3月、その、まあ、3月27が一番綺麗だと思う。じゃあそうだね、よりお願いする。俺の復活祭って何、うん、まあ拾いながらね、初回指名はあんまないっすよね、まあ、ね、実際、うん、初回指名は絶対覚えてもらえる、付き合うとしたら誰、いや、5層でしょ、まあ、まあ、っていうのと、あれだよより、はい、じゃあ意気込み、意気込み、これから意気込み、そうね、その戻ってきての意気込み、復活するんでしょ、で、はい、それに対して、なんか意気込み言ってよ、これアップでアップなんだ。はい。時間ないよ。3月からまともに復活するんで、かっこいい、なんかこれ。うるせえバーカ。その際はよろしくお願いします。はい。あとヘルプ切らないでください。よいしょ。はい、うん。これね、まあ我々も純粋に嬉しいからね。嬉しい。うん、あとミーくらいに。そうですね。うん、尺ちょっとまだ余りすぎじゃないですか。大丈夫ですか。いや大丈夫。はい、まあまあとりあえず余った、まあ、余ったらまだ何かしら言えるから。片桐美優、おととい、おとといだよね、あ、アップで、あ、おとといだよね、27、おととい、そうだね、おととい、27で、うん、無事26歳を迎えることになりまして、はい、そうですね、3月の27日に生誕祭をやるので、うん、はい、ぜひとも一度、まあその日は開けといてください、遊びに来てください、お願いします、イエーイ、おーおーってなん、3月27にしたのは何か理由があるの？うん、何も。え、1ヶ月後とかそういうのない？1ヶ月あるじゃん。シンプルに27日かな、うん、でしょ、うん、それがそうそうそう、27、26になりました、はい、26になりました、よいしょっか、ね、26なの、なんか報告ない、うん、なんかない報告、まあ、一応まあ来月の確定したイベントとかの、うん、1分前ですはそうなんじゃないですか、まあそうね、今ちょっと行けません、そうね、まあそう、日曜日がちょっと厳しいみたいな声がちょこちょこね上がってるかもしれないけど、うん、なんもないのね、そこは前はどうやって、なんか最近の近所報告ない、うん、とりあえず本当すいませんでした、俺おかんにお金仕送りすることにしたよ最近、ね、アピールアピールアピール出てきた、そうおかんに仕送りするしたわ、もう俺20万円ぐらい、30万円毎日20万ぐらい、それはすごい、うん、それじゃあきっちり引き出されてたわ、 あれ入れたのに、入れてたけどきっちり、前回のホワイトデーイベントありますね、そうですね、あ、そういうこと、うん、イベントはないんだ、うん、ナンバー発表もちょっと今日はできないんで、うん、内緒やで、ナンバー発表、ナンバー発表がないんで、まあ、内緒ですね、ツイッター見てください、うん、みんなのツイッター見てください、はい、また長いなこれそうだね、ちょっと長い、でもなく黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ笑っていたろう先まで伝い込んだ仮面をやめ楽だに紛れ込み死んでしまった順序ましてや無情なほど溺れているんだよ息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ、この番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました、君がいる世界を